部活の顧問になったらお酒を飲みながらゆっくり海外ドラマを見る時間もなくなるわ。なつきちゃん。あ、なつき先生、あの獅子王機関って知ってます？どうしてその名前を知っている？いや、知ってるとかじゃなくて、ちょっと小耳に挟の居場所は必要ない。お前たちが捕まえる必要などないと言っている。バトラーはあれでも神祖に最も近い存在と言われている怪物。どうせ国士校派は何もできない。連中が当てにし、よかろう。留年は保留にしてやる。お前もそんなことを気にするようになったか。年頃だな。教官、やれやれ。これだからガキの相手は疲れる。模擬戦をやるのは構わん。だがアリーナのバリアーまで破壊する事態になられては教師として黙認しかねる。この戦いの決着は。こんにちは。みんなちゃんと部活やってる？今日は何釣るの？何も釣らんよ。何か隠してない？別に何も。じー、やっぱ一口目よね、ビール。そうだよ、私がオーゼンだよ。あの、助けてくれてありがとうございます。うん、思い出すな。大事な金まで放置してさ。置いとけばあの子も来てくれたんだよな。く登ってこられたね。この辺は負荷が緩くなっているとはいえ。みんな席についてください。いたー。教師になって初めて担任になったので至らぬところがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。ラッ、指そのまま固定しててね。綺麗な机。はい、これでいいわよ。まさか最後の一冊が学校に保管されているとは思わなかったわ。あれは決して人々に知られてはいけない血塗られた。いちゃないくらいはしますよ。いい、ちゃんと連れてくるのよ。責任持って連れてくるのよ。え？楽しいランチタイムに一人ではぶられてんの？パン一個しか買えなかったんで、水で腹膨らましてるんです。涙ぐまし。シーナのおやつ代に消えたんです。センスか。私今から合コンなのよ。生徒のことなんかいちいち考えてらんないでしょ。今なんと。ああ、なんで夏は暑いのかしらね。意味わかんない。やっと正体を現しましたね、クラッカー。お前は今朝のけしからんおっぱい。アサミリリスです。危険な魔導書。もし失敗すればさらに崩壊現象を広げてしまうことになる。選択しなさい、カスガ新た。一つは今すぐこの作られた世界を魔導書に解除させること。そうすればあなたがそのまま平和に生きられることを約束しましょう。スタイルは関係ないでしょ。今日はこちらの田んぼのお手伝いをしてもらいます。まあこちらといっても先生んとこの田んぼですが、
違う違う、別にバイト雇うお金がないとか先生が、うん、そういうわけで楽しい田植え始まるよ。そのためか先生は寝ています。なんでこの猫四角いの。おいお前、ちょっといいか。はい、何でしょう。お前はこの国の者か。いえ、旅人です。私は夜闇の魔女シーラ。見てわかると思うが、何か手がかりを見つけたら私に教えてくれ。そこの集会所にいるからよろしく頼む。何、外で暴れてた骨董堂の連中なら心配すんな。私たちが全部処理した。残念だったな。またお前の負けだ。1よし、今日も遅刻者なし。よく頑張った。転校生の暮らしなだな。私が厳しくて恐ろしい鏡葵だ。一緒に職員室まで来てくれるか。はい。遅くなりました。一着ご苦労さん。マサヤはどう思う？え？できれば名門高藤学園の胸をお借りしたいと。よろしければぜひ合同合宿をお願いします。それ以上に味方を増やせばいい。そんな簡単に。今学校中の男子が敵だって。問題なのは数じゃない、味方の質だ。質？勘違いするなよ。数と質を別々にして天秤にかけるな。もうこんな時間か。悪いが会議で外へ出なければいけなくてな。出るときにまた施錠して後で。なんだ、やはりお前たちか。橋沼先生、相席してもいいかな。さて、それではいただくとするか。うん、目覚めたね。誰ですか。ここで解析官をやっている村雨レイネだ。安心してくれ、免許こそ持っていないが簡単な看護くらいはできる。ってことになりました。村雨レイネです。担当は物理。よろしく。いらっしゃいませ。レイネさん、落ち着きたまえ。彼女なら大丈夫だ。気になることはいろいろあるだろうが。申し訳ありません学園長、ですが私はこれ以上生徒に無駄な努力をさせることには手を貸せません。伊賀君、随分と慕われてはいるようね。尾形さんも古橋さんも話したくもないであろう私に直談判。何をしているの君は。うわ、キリス先生。うわ。おお、引きがやか。どうした。ああ、鍵ならさっき雪の下が持って行ったが。部室の鍵取りに来たんですけど。私がここでサボってたのは内緒だぞ。8番ポリンサブロー里崎福浦大塚モラザミ。ん？Dクラスの担任となった茶柱さえだ。この学校にクラス替えはない。卒業まで3年間、買い物には学生証端末に保有されているポイントを使う。この学校ではあらゆるものをポイントで買うことができる。本当に愚かだな、お前たちは。ルールはルールだ。諦めろ。